発の曽谷からセンターにヒットを1本と飛ばしています。その後は中島監督の継投の前にやられました。あっとこれはレフト線、俊足の源田三塁回ります。送球もそれる。ライオンズついに均衡を破って1点を先制、1対0。3番の蛭間レフト線にタイムリーツーベースヒットを放ちました。阿部打たれました。山崎さんも中盤おっしゃっていた怖いのは長打、その1本が出ましたね。まあでも飛んだコースがもうここしかないっていうようなところ飛びましたからね。ですね、レフト線もですね、ここしかない。サードの頭上。